株式会社いわき市民コミュニティ放送は、福島県いわき市、双葉郡奈良波町、富岡町、広野町の各一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。CWave FM いわきの愛称でコミュニティ放送をしている。本社演奏所1996年開局。いわき市と関係団体。 民間企業の出資により設立された第三セクターである。いわき市が出資比率によりマスメディア集中排除原則に言う支配関係にある。キャップフィラー中継局は受信障害対策中継放送の制度によるもので免許人はいわき市。奈良波町中継局は情報通信技術利活用事業費補助金の利用によるものである。放送エリアのカバー率は 川ラジオで聞こえるレベルが、いわき市の約90%、奈良波町の99.5%で、エリア内世帯数は、いわき市が約12万7000世帯、奈良波町が約2570世帯。北茨城市の一部地域でも受信できる。インターネット配信は、サイモルレイディオによる。1996年2009年10月31日、サイモルレイディオによる。 インターネット配信開始2011年2012年1月1日、ミュージックバードの配信開始2013年2016年自社制作番組のほか、ミュージックバードの一部番組を配信する。コミュニティ放送事業者、平成21年10月1日現在引く、国立国会図書館、ウェブアーカイピングプロジェクト、送信証及び14路中継局ウェイバックマシン。 事業別補助金交付決定一覧表から、国立国会図書館、ウェブアーカイビングプロジェクト福島県内の復興支援事業一覧国立国会図書館、ウェブアーカイビングプロジェクト、ハット ABC 会社概要ウェイバックマシン、岩市におけるコミュニティ放送の免許申請について、ウェイバックマシン館内4曲目のコミュニティ放送局免許ウェイバックマシンシンポジウムの紹介ウェイバックマシン、 東北地方太平洋沖地震に伴う臨時放送局の免許情報平成23年4月2日1600現在引く国立国会図書館 Web アーカイビングプロジェクトハット東北地方太平洋沖地震に伴う臨時放送局の免許情報国立国会図書館 Web アーカイビングプロジェクト福島県いわき市のコミュニティ放送局のエリア拡大いわき市内13地区の 南朝地域を解消国立国会図書館 Web アーカイビングプロジェクト福島県いわき市のコミュニティ放送局のエリア拡大いわき市内13地区の南朝地域を解消国立国会図書館 Web アーカイビングプロジェクト登録の番号東店、第00075株式会社いわき市民コミュニティ放送の中継局に予備免許福島県奈良波町において聴取可能に国立国会図書館 ウェブアーカイビングプロジェクト株式会社岩市民コミュニティ放送の中継局に免許福島県奈良波町において聴取可能に国立国会図書館ウェブアーカイビングプロジェクトありがとうございます